日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい皆さん、本日9月10日は2022年の十五夜ですね。というわけで今年もやってきました月見バーグ。今年はケンタッキーの月見チキンフィレサンドと月見とろーりチーズ和風チキンカツサンドを食べたいと思います。今までマクドナルド、ロッテリアと続いてきたのですが、まあちょっとまだまだ暑いんで勘弁して合わせてください。今年はケンタッキーです。なんか通常版とチーズ版があって、今回はチキンフィレサンドを通常、チーズを和風チキンカツにして、なんか同じので食べ比べないと味わからないと思うかもしれるかもしれませんが、さすがにちょっと年齢的にハンバーガー4つ食べるのが辛くなってきていますので、今回はチーズ入りとチーズなしという形で、ちょっと、まあ、失礼しますね、と下に敷いといてとやっていきたいと思います。不手際がね、始まります。ではまずは通常版であるチキンフィレサンドから開けていきたいと思います。どんな風なのかな。月見でもない、中に目玉焼きが入ってるんですよね、これ。あー崩れるか、やだな、危ない。目玉焼きが入ってて美味しそうですけど、崩れる。このままじゃもう早くいただきますね。それでは、月がとろーりととろけてきて、醤油だれも、いや醤油だれは違うわ、こっちは。しかし暑いなぁ、ちょっとだけどパクパクもぐもぐ食べていくのはやっぱり気分いい。しかし扇風機回せばよかったかな。それではどうぞ。マヨネーズの酸味があって、肝心の感想どこ行った。チャンネル登録よろしくお願いします。続いてはチーズ入りの和風チキンカツサンド。こちらはどうなのかな。おー、お醤油風味のちょっと濃いめのタレがしっかり染み込んでいますね。こちらはどうなんだろう。ではいただきます。先ほどのチキンフィレサンドはマヨネーズのレモン風味がさっぱりとしていましたが、こちらは醤油だれの香ばしい香りが食欲をそそりますね。しかしお肉の方はフィレにである先ほどの方が美味しいし、目玉焼きがとろりとしてるのはいいんだけど、これはこうかな。ごちそうさまでした。まず両方に入っている目玉焼きはバーガーにボリュームをさらに出していて、その中に入ってる黄身がとろーりととろけてきて美味しかったです。ある意味チキンと卵なので親子ですね。でその上でこのチキンフィレサンドはお肉のうまみがしっかり感じられました。そう、さらにマヨネーズも結構多分レモンか何かの酸味が入っているのが結構さっぱりとした味わいで、なんかそこらほどしつこくなく最後まであっさり辛くなりました。ですがソースはこちらの和風チキンカツサンドに使われている醤油だれの方が好みですね。中に香ばしさがあって、それがマヨネーズ以上の力強さを発揮し、お肉をしっかりと味付けていました。ただお肉はフィレサンドの方が好きです。なのでどちらもいいところがある反面、ちょっと足りないかなと思う部分もあるような、そんな感想ですね。ケンタッキーさん、来年はぜひこの2つを合わせた月見ハンバーガーを作ってください。では今回はどちらもそれぞれいいところ悪いところがありましたということで、両方とも5点とさせていただきます。もちろん美味しくはありましたからね。それではビールのみ日曜終わるや休みなので、まあいや確かに休みではあるでしょうね、ほとんどの場合。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。